埼玉県立世の高等学校は、埼玉市中央区に位置する高等学校。通称は、世の校。おおむねで可埒率の入試が続く、中堅上位校で、94年の歴史を持つ、伝統校である。開校当初は、学校組合により設立され、後に、旧世の町、埼玉県に関された遠隔を持ち、設立当初は、男子校であった。従前、農業家。 農業土木科、園芸科、商業科、理数コース、および定時制課程があったが、幾多の変遷を経て、現在は全日制普通科のみ、全27学級設置されている。教育目標に二等位、い、獲得するを掲げ、生徒の主体的な二等の獲得、すなわち文部領土を目指し、いずれも主体的に高い目標を設定し、達成するよう求めている。 友谷農学校時代の休校者1.2年時はほぼ全員が共通科目を履修し、3年時より5類系、A 型、次第文系、B 型、国公立文系、C 型、国公立理系、D 型、次第理系、E 型、私立医療、看護、栄養系に分かれるカリキュラムとなっている。いずれも多くの選択科目が設置されており、 累計横断的に履修できるようプログラムされている。また、東京大学甲府の研究開発校として、協調学習プログラムを行っているほか、埼玉大学との広大連携により、一年次から、埼玉大学ハエグレードリス高校生、育成プログラムに参加している。作詞、神保幸太郎作曲、高田サブロウ校歌は、第4番まであるが、式典での聖唱は、 第2番までである。1963年4月制定。野崎隆子公安。一章は、埼玉市中央区鈴屋の妙行寺にある、大蚊屋に由来し、3本の茅屋の葉に、甲の字を入れたもので、3本の葉が一体となり、和を表現し、それぞれの葉に、里氏、徳、体の全人的教育の理念を表している。五月に、郊外 HR、体育祭、九月に、 世の交際が行われている。球技大会も行われるほか、マラソン大会は埼玉スタジアムで行われ、男子が1 2キロメートル女子が8キロメートルを競争する。修学旅行は2年次の秋に再行される。生徒による学校自治の伝統があり、自治組織として生徒会執行部が設置されている。生徒会執行部は公募制で、立候補者は 生徒総会における立ち会い演説、選挙を経て公選されるほか、運動部、文化部に部籍を持つ生徒から、大議員として運動部長、文化部長が選出され、生徒会行事の執行に当たっている。学校行事では、生徒会執行部が主体となり、各委員会と連携して運営に当たっているが、例外として、文化祭では、伝統的に生徒会執行部とは異なる、治組織、 世の交際実行委員会が公募により組織され、HR 採児の審査、予算執行等を行っている。また、生徒会期監視、かやを1964年から毎年刊行している。その他、各 HR の大議員からなる、学年委員会、三総会実行委員会等、生徒による自治運営が盛んである。一年時は必須加入制となっており、 全校で90%内以外の生徒がいずれかの部に所属している。活動用体やレベルは部の主体性に一任されているが、全国レベルの成績を収める部が多い。近年、全国大会に出場している部として、弓道部、陸上部、新体操部、バトン部、フェンシング部、吹奏楽部、書道部、美術部、囲碁将棋同好会などがある。 弓道部は全国大会優勝歴を持つ古豪、フェンシング部は2019年度インターハイ準優勝等、全国区の活躍を見せる部が多い。また、吹奏楽部は1995年の第43回全日本吹奏楽コンクールに初出場し、金賞を受賞して、以降、全日本吹奏楽コンクールに延べ8回出場し、金賞7回、 銀賞1回を受賞するなど、顕著な成績を収めている。大学進学者が大半を占めており、学内での大学出張講義や、64校の大学等が、学内にブース出展する進学説明会が開催されるなど、複数の進路関連行事が設定されている。近年では、九州大、千葉大、横浜国立大、新潟大をはじめ、総計上地など難関校への合格実績を、 上げている一方、生徒の特性や希望に応じた進路指導に重点を置いているため、専門学校への進学、就職指導も充実させるなど考慮され、進学主義に偏らない教育活動が展開されている。ありがとうございます。